階段ね、駒込駅前にあるね、新橋焼き鳥へ訪れました。一緒にね、訪れてたメンバーとね、いろいろ飲んだり食べたりしてね、楽しんでてたらね、ん？メガです。あ、いや、チキンです。何これ？こんなね、メニューを見つけたらね、頼まないわけにはいかんとですよ。お店のね、なんかめちゃくちゃ若いね、綺麗なね、お姉ちゃんがいてね、あ、すいません、このチキンですって何？って聞いたらね、あのね、鶏肉にね、いっぱいね、あの揚げたね、ししとうと、その上から唐辛子がいっぱいかかってますって言ってたのね。下が玉ねぎのスライスが敷き詰めてあって、で、すごく辛いからね、もしね、食べるときはね、気をつけてくださいって言われたのね。で、出てきたのよ。まあ、匂いは、まあ確かに辛そうな匂いしたんだけど、結構いけると思ったのよ。いや、やりすぎ。これちょっと、やりすぎですよ。てかね、お酒とね、あとね、トークが弾みすぎちゃってね、ごめんなさい。このチキンですね、途中から忘れちゃったけど、大丈夫大丈夫、後半ね、思い出して食べるから、ごめんごめん、ちょっとね、話は盛り上がっちゃった。辛さはね、五つ星の中ではね、3.5 から4ぐらいかな。でもね、かなりガツンとくるよ。だからね、もしね、挑まれる方はね、いっぱいね、飲み物を飲みながらね、挑むことをおすすめします。それじゃあね、早速、相談のコーナーへ行ってみたいと思います。半年前に好きになった人ができたとかで、捨てられた元カノから連絡があり、よりを戻したいと言ってきました。今さらふざけんな。心底相手を傷つける振り方を教えてください。私と別れてから誰とも付き合ってないし、引っ越しするのにお金ないなら少しなら出してあげるとも言われました。どうやら友達の中にスパイがいるようです。スパイの方は私に任せてください。こちらで処理します。ファンクさんには元カノから立ち直れないほどの振り方をお願いいたします。コンバット。何ですかあなた、CIA や KGB みたいな、この面白い文は。コンバットさん、あなた文才ありますね。あなた、なんか、いいよ、この文。じゃあね、振り方というかね、もう、こんな文章書けていく、書ける自体大丈夫でしょう。なんでね、まあ、景気づけというね、わけじゃないですけどね、久しぶりにあなたにね、ラップをお届けしたいと思います。絶対にね、映った男とね、うまくね、いかなかったからね、ただ戻ってきただけですよ。また誰かね、いいのが現れたらすぐ行ってしまう。そんなね、女性にね、なびいてもしょうがないです。でね、向こうはね、多分今ね、もう、はぁはぁ言ってると思う、あなたに対して。で、もっとね、はぁはぁ言わしちゃいなさい。抱かせてるわね、言いなりになるわぐらいにしか思ってませんよ、この手の女はね。だからね、そのあなたにね、ぴったりなね、ラップをね、力を込めて今回作りました。どっかお聞きください。題して、ハーハー作戦です。向こうをね、とりあえず、ハーハーさせてはっきり断る。これが一番ね、答えるかと思いますよ。いや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 、そんな女には言っちゃいなよ、言っちゃいなよ。ガンガン言っちゃいなよ、言っちゃいなよ。この夏超絶にセクシーに、エロい格好で身を包み、体をテープで巻いたようなレボレボ衣装で言っちゃいなよ。はっきり主張しつっぱねろ、その気はないわと言ってやれ。
共有しまくる父にはその気はないわと言ってやれ。東京シークラブが相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ、男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。こないだね、ちょっとあるお店ね、取材に行った時にね、帰り道、江東区のね、大島のここ、大島商店街っていうところなのかな、ちょっと初めてね、来たんだけど、ここのね、商店街にね、一本堂というね、パン屋さんがあったのよ。でね、焼きたてのパンがね、もうすごくね、この道をの前を通った瞬間、プーン、ってね、鼻をついてきたからね、もう思わず入ってしまいました。ここはね、パンはパンでもね、すべて食パンしか置いてないのね。あとはね、手作りジャムでね、なんかチェーン店で何店舗かあるらしいよ。で、もう焼きたてのね、もうこの食パンが食べれるということで、ぶどうとかね、あと何あったかな、あとは普通のね、食パンとかと国産小麦だけにね、こだわったパンとか、あとチーズ、それなんでね、もう一番匂いがたまらんチーズをね、購入してきました。どんな味がするのかね、すごく楽しみ。絶対うまいよ。だってさ、店の前通った時のこのやばい、ヤバ臭がね、もう絶対うまいの分かるもん。キャッチャーですよ、この匂い。絶対ね、うまい。急いでね、バイクに乗ってね、帰ったのね。まあ、40分ぐらいかかっちゃったから。プチンね、焼きたてだけどね、それでも美味しい。ここね、ファンクハマりそう。今度ジャム買ってみたいな。いきなり来てね、お店の中までね、撮らさせていただいた店員の皆さん、本当にありがとうございました。またね、お伺いします。いっぱい今度はね、ジャムとか買ってきます。ありがとうです。バイトのね、男の子にね、相談されたのね。なんか好きなね、人ができたんだって、芸能人で。で、え、誰？って聞いたらね、カズレーザーっていうのよ。誰それ。ごめん、最近テレビ見てなくてさ、ネットで調べたのね。ガチじゃない。ガチですよ、これ。いや、偏見じゃないけどさ、君はそういうタイプの、なんていうの、人が好きなの？って言ったらね、いや、実はね、がっしりした男の人が好きで、以前ね、男ともね、付き合ってたので、よく新宿ね、2丁目とか3丁目行きますって言ってたのね。そういえばさ、2丁目とか3丁目って面白いお店あるって言ったらさ、ファンクさんもそっち系ですかって聞かれたから、いや、じゃなくてね、2丁目とかね、3丁目面白いから、で、なんていうの、そういうお店いっぱい行ってる人だったらさ、もっと面白いお店知ってるかなという話をしてたのね。面白い、例えば発展するタイプですかって聞かれないよ。いや、発展したくありません。じゃなくて、トークがね、面白いお店しかないと思うけども、その中でちょっとね、変わったね、お店とかないかなっていう話をしてたのね。コンパみたいな、とか、お見合い系のとことかありますよって、会話がね、
あのシンクロしないのよ。あの分かるよ、あの若いからね、ムンムンとしちゃってね、あのそういうなんていうのかな、発展する場所によく行ってると思うのね、うん、だから、あ、いや大丈夫大丈夫、あの、うん、あのちょっと自分で探すからって言ったんだけど、ファンクさんこと行きましょうよって、なんか目がやばいのよ。すごくね、あの目がやばい。いや、彼女を呼んでいいかなって、あの一応ね、保険打っときました。うん、二人で行きましょうよって、あの体めっちゃ触られてさ、いや、ちょっとやめてくださいって、あの、ワン君、あの、敬語になっちゃった。29のね、若い男の子に敬語使いましたよ、ワン君。でもね、2丁目とか3丁目でね、すごく、あの後のトーク面白いとことかいっぱいありそうなのね。若い頃さ、あの、キャバクラばっか行ってさ、で、オカマバーさ、前に、なんて行った時に、いや全然面白いじゃんと思ったのよ。うん。で、向こうのね、なんていうの、あの、おかまのお姉さんといっぱいね、仲良くなっていろいろ話したりしててね、あの、ちょっと高かったけど、まあ何回か通ったのね。でも、あまりさ、あの、ゲイバーとかって行ったことないのね。いや絶対、あの、面白いと思うのよ。2丁目とか3丁目、なんていうの、近くにね、現場があってね、帰り道にね、なんか、美味しいラーメン屋さんとかあるから、あの、通ってた時に、お店、あの、どうですかって声ね、何回かかけられたことあるんだけど、みんな感じ良さそうだし、うん、で、話しててね、トーク力すごく高いのね。だからね、一回ちょっと行ってみたいなと思います。うん、お金がね、いっぱいある時に、ちょっとゲーバーとかね、行ってみたいな。こないだね、あの野菜のさ、もりもりに持ってくれたうどんのさ、動画あげたじゃん。あそこへね、また再び訪れました。なんとね、最近ね、ポテト盛りカレーうどんなるものがね、できたらしいのよ。それをね、どうしてもね、食べたいと思いましてね。一緒にね、訪れてた連れはね、このカレーうどんを食べてた。少し食べさせてもらったんだけど、ここはね、まあ、普通のうどんも美味しいけど、まあ、カレー系はたまらんわな。それでね、ファンクはね、ポテト盛りカレーうどん食べたんだけど、やばい。分かってたよ。美味しいの。もう、ここはね、もうファンク好きだからね。あとね、何回来るかわからない。それほどね、大好き。締めにね、残ったね、つゆとね、ご飯で食べるのたまらん。すごくたまらん。でね、ここね、なんとね、激激辛っていうね、激辛もあるらしいのよ。だからね、またね、機会があった時にね、この激辛をね、ちょっと挑んでみたいと思います。やばい。ここ激辛までハマってしまったらね、いやもう破産しちゃう。それほどもうこのお店いっぱい来ちゃってるもん、とてもね、大好きなね、お店です。月島のね、極みというラーメン屋さんにはね、なんと320円ラーメンがあります。そしてね、もつ煮込み丼というね、ちょっと聞き慣れないメニューと、あとね、なんとマヨネーズラーメンもあります。どんな味だったかは次回お楽しみ。今夜はここまで。それじゃん。